はい、どうも皆様こんにちは、サソリコウモリです。前回に引き続きポケットモンスターやっていきます。そうか、君がササコウ、俺は四天王の大将ドラゴン使いの渡れだ。知ってるだろ、ドラゴンは聖なる伝説の生き物だ。捕まえるのが難しいけどうまく育てりゃ強さは天下一品だ。体も丈夫だし手先の攻撃も無駄さ。さてと、そろそろ始めよう。それとも今から尻尾を巻いて帰るかい、サソコウ。ドラゴン使いの渡るやつ、ギャラドス。ハイドロポンプは怖いが、それをされなければただの竜怖え。ハイドロポンプがなくなったワンパイアン、にゃーピシャー、威力120は痛すぎる、死ぬ。ギガドリルピッカー、そうやった、雷何やった、メガドンキーク40の固定ダメージ、メガドンキーク、もうメガドンキックしかねえやったぜ。白竜海竜海竜海竜やったっけ、あいつの構成。レイトビーム、よし、レイトビーム。じゃあな、白竜白竜白竜海竜の組み合わせだったっけ、あいつ。海竜3連発は金銀バーやったっけ。波乗り痛い、噛みつかれた、結構痛い、結構痛い&独特ダメージが痛い。波乗り、よし、ワンパン効果抜群だ。海竜、海竜怪しい光、高速移動でさらに速くなる。どこ目指しとんねんお前は。レイト怖え、破壊光線が怖え。ビーム、よし、いやー終わった、勝ったね。うう、悔しいが君のポケモンでは本物だ。ドラゴン軍団が負けるなんて信じられない。あそこ、これからは君がポケモンリーグチャンピオンだと言いたいとこだが、実は君はもう一人戦わなくてはならない。そのトレーナーの名前はシゲルだ。彼は君よりも早く俺たち四天王に勝った。今や彼こそポケモンリング真のチャンピオンなのだ。はぁ、シゲルちゃんね、元気の塊使うか、しゃあねえなぁ。ギガドリル、どうせ使わんままほったらかしやで、もうこのままやったら。状態もっとしてから回復の薬、ルシーチャを、あとは美味しい水で回復し続けて。問題はあのピジョットよ、ピジョットどう戦うかな。あのピカもあれがない、雷の残量がないから戦えない。とりあえずタイプ的に相性の悪そうなギガドリルを先頭にしてやるか。よし、ここまでのご視聴どうもありがとうございました。それではまた次回、次が最終回になるかも。それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。